どうも、TF 団の F です。TF 団の T です。さて、今回私たちが訪れたのは、こちらの青字で示したところです。全面参戦は初めてだが、41号と朝内林道は行かなかったか？ T さん、その通りです。今回はある事情があり、再度訪れることにしました。詳細は本編で話していますので、早速ご覧ください。それではどうぞ。いやーね、はい、いい天気ですよ。そう、いいですね。こんな絶好の天気ですけど、はい、今日はどちらに？今日はですね、ちょっとツイッターのフォロワーさんで、はい、TF 団と一緒に走りたいという方がいたので。正気か？ちょっとね、変わった人がなるほど、はい、いたので。ご乱心ではないの？一応ちゃんとやり取りをして大丈夫そうだな。あ、わかりました。ちょっと今日は初めてのね、動画、まあ、コラボというか、なんというか、あ、フォロワーさんとのツーリングって、ちょっとまあ、新しい試みを、確かにね、あ、これもまあ、一つの変化ということで、うん、うちらもね、その一緒に走った経験、ほとんどないんで、だからまあ、ちょっとそこら辺をね、あ、まあ、実際どうなのか、まあ、やっぱ、ほら、あれじゃん。ん？おらんやん。自分が。いや、もちろんあなたが。ああ。その、いないあなたが、どこまで話せるか。あ、そういう練習も兼ねる。まあ、そうね。ああ、なるほど。あ、まあ、男とすら話せないようじゃね。もう、孤独死しかない。まあ、じゃあ、そこら辺も今日はちょっと練習を。嫌 やろ、お前、俺が死んで、葬式したの。お前は一人で死ぬ。嫌 やろ。あと、いや、確かに。まあ、じゃあそういうところも今日は兼ねて、そう、はい、ちょっとじゃあ今日はツーリングに行っていきたいな。じゃあ、で、どんな人なんですか？実はですね、で、学生さんだった。おう、大学生とかかな。なるほど。思ってたんですけど、うん、まあ、話よくよく聞くと、はい、高校生だった。ヤングだね。ヤングなんです。ヤングコーンだね。まあ、うちらと年齢がね、倍ぐらい離れてる。羨ましいな。まあ、ちょっとこれも一つの経験ということで、うん、はい、今日はちょっと走っていきましょう。よっしゃ、行くぜ。はい、お願いします。いいよこれ左？それ左。えい、あとずっとまっすぐ上がります。どうなる？いいコマが 50% 以上になったんやけど大丈夫か？ 50%？ うん。そうやな、天然山線行こうと思ったんやけど、ああ登って、ああまた戻って、うん、で、朝内林道側に行くみたいな、そういうちょっとルートで行こう。さあ、こっから狭くなってくる。ここから出たけど、ここでもこちらから行くとなんか走りにくいよ。いや、わかる。走りにくいよね、これ。ああ、なんか、ね、違う。逆から来た。うわこれやっぱさ、ブーツさ、はい、難しいよね。これなんかとっさの動きが難しい。そうそうそう、ギアチェンがきついよ。ギア変えたり。おぉ、ちょ、こんな土多かったっけ。あれ、おぉうん、大丈夫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 。おお、油断した。いてててお、なんで油断したん？ごめんごめん、めっちゃ油断したわ。ブーツやけ。ああ、それあるな。それあるけど、ちょっとあれやな、こっちさんのなんかギア変えたりとか、タイミングがずれるけど。なんでこけたんや。びっくりした。レアなこけや。そうや。
そう、だいたいこうやべやべって言ってもそんなやばくない時が多いから、そうそうそう、またいつものあれかなと思って。ああ、おお、痛かった。大丈夫。多分。遅れとる。遅れとる？うん。もう今見えんもん。道が結構出とるね。ああ、出とるね。結構真ん中が、そう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 、結構でもあれやな、盛り上がってるし。ああ、やっぱ難しいな。ペースわからんけ、大塚君先行って俺一番後ろでいいや、いつもの陣形で行こう。はい、いいよいいよ、先行ってゆっくりな。もうやっぱ俺が一番後ろがいい気がする。いやまあそうやな、確かに。いや俺見やつたんどんのよ今。あ、そういうことか。そう、見えんのよ。あ、見えんのか、そう、なるほどね。早かったろ。早い。いやさっき多分ね、後ろが気にしよったんよ。あー、どういうこと。俺が悪かったから。あー、なるほどね。気づいた時に俺はもうコースアウトっていうか、落ちたっけよったっけ。いや、あれ下まで落ちてよかった。そうやな。あー、この土のところでとどまったけど、こんなとこからとどまった。5万ごとな。ああ、そうだ、ちょっと距離取って入ったな。バイクはアスファルトの方やったな。マジ、あの方にこけた感じあったと思う。右やったよね。そうそう、結構飛ばすんだ。このエフさんも今日俺が鍛えてるからここも速い。でもこここの道でもな、なんかこう走りづらい。わかるわ。こっちにずっと下りやけんなんかな。登りの方が、あ、逆から来るよりなんか圧倒的に難しい気がする。初めての道で結構行くね。お前もそれぐらい出しちゃった。前にしてこると速く感じる。ああ、そうやろうな。上だろ。そうなんだよ、ここはおかしい道なんだよ。ここは剣道なんだよ、これでも。左に寄っときたいんだけど、左は左でいろいろ落ちと思う。水もあるし。そうそう。おお。落ち葉系だ。やっぱ落ち葉増えとんね。増えちゃうね。ああ。明らかに増えちゃう。増えて増えて。おお。お前のエンジンから白い煙が。湯気が出てるから。もうなんか全然違うな。いや、また変わっとんだ、そうなんだ、雰囲気が。おお。え？いやいや、チーム。おつやくんは友達見せんやけん。なんとも。ラーメン取ってねえな。取ってない。降りたら俺がまた先頭行こうか。ああ、了解です。土がぬめってそう。ぬめりケーブルに。危ねえよ。いや、今危ねえか。落ちんでな。こっから落ちたらやべえよな。やべえ。復帰できん。改めて人の後ろを走るのは難しい。でしょうね。俺の後ろもいいやつ。そうリズムが分かってる。勉強になるよ、多分。なるほど。ある。ある意味。よくない。うわ。パキパキ。これだけなんか、日が全然当たらない。ああ、ここ、続いたんだ。あ、今日漏れてね。ここでも日が当たらんきゃあんな漏れとったら凍りそうやもん、ね、下の水。確かにな。あ、うわ、こう葉っぱこんなんあったっけ。ここすごっ。ここすごい。進化してる。進化してる。エボリューション。おお。いや、お前が乗ったやつ俺も乗ったよ。あ、マジ。下が影やけん。水で。あ、出てきた、出てきた。オッケー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 。よし、ここからどっち？これ右っす。俺が先導するな。ここまだまっすぐ行って、うん、今度そこは、ね、V 字に左に、よし、これはの右、右、うん、足は、
で、ここまっすぐ行ったら左にあの天面山線の入り口がある。ああ、なるほど。初めて来た。いいわけで。ああ、大丈夫、まだ。まだ見える。今、コーナー1本分ぐらい離れた。はい。落とした方がいい。ちょっと落とした方がいい。見える？今見える。見えん。リーディングつながるところで言うわ。ああ。車のこと言える。そうなんです。最近先走ってなかったけど、先も楽しいな。そうだね、基本確かに自分が前やな、リード。そう、一般道が前やな。確かに新鮮やな、この映画。しかもうすぐ入り口じゃねえかな、そんなに入らんかな。マジ？うん。通り過ぎたかな。いやいや、まだ大丈夫。道としては分かりやすかった。何線？天面山線。はい。見える？ああ、見える。今ぐらいのペースがいい感じ。あ、本当？うん。じゃあちょっとあげようかな。聞いてました話。ここ？あ、そこかな。これや。なんかそこやったな。これの左？これ左。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよろしく頼むぜ。それでは皆さん、お疲れっす。